はい、本日はですね、こちらループウィラーのパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ループウィラーのパーカー、知らん人からしたらですね、なんでパーカー紹介するのと、そんなパーカーなんかどこにでも売ってるやないかいっていうことなんですけども、パーカーの中でもですね、ちょっと高級なパーカーっていうのがあるんですよね。でパッて見てね、高級？いや、わからへんわ。全然 何が違うかわからへんわ。それはご安心ください。僕もね、パッと見て高級かとか全然わからないんですけど、触ると全く違うんですよ。で、今回のね、動画っていうのはね、ほんまに着心地とか柔らかさとか強度とかね、そういったちょっと上質なものをね求めはる方にはドンピシャなんですけども、いやパーカーなんかね、そんなどこにでも売ってると、ユニクロでもあるし GU でもあるから、そこでええやんっていう方はね、むしろこれは向いてないと思うんですよ。だからどっちかって言ったら、服がお好きな方がもうこれはもうドンピシャですよと、お待たせしましたと、もうパーカーには深い歴史があるから、もうパーカーはこだわり出すとどんどん沼のようにはまっていくんやということでね、こちらご紹介します。だからね、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、本日の流れとしてはですね、このパーカーの一番の特徴、もうこれはこれなんですと、もうこれしかないんですということをまず言ってですね、でまあそれってどういう特徴があるのとパンパンパンと紹介して、その次にデメリットとは言いながらどういったデメリットがあって、その次に、おすすめのサイズ感という順番でいきたいなと思うんですが、そもそもループウィラーって聞いたことありますかね。あのまあ日本でやったらですね、まあ、スウェットとかやったらもうこのループウィラーが真っ先に出てくるぐらいまあ有名なんですよね。なんで有名なのと、いきなりそんなループウィラーって言われたって、これどこのブランドとカタカナばっかり並んでるけど、わけわからへんわって感じなんですけど、これ実は日本のブランドなんですね。へえ、日本やのにループウィラーって言うんやと思ってね、まあなんかようわからんわってなってると思うんですけど、まあ今日は名前はね別にどっちあってもいいんですけど、このパーカーが一味も二味も違う。だから日本の今世の中に回ってるパーカーの中で 99% は普通のパーカーですわ。もうどこでもある触ったことあるパーカーになるけど、唯一その1%だけが特殊なパーカーになってるんですよ。でまあそれをねご紹介していくんですけど、まあその特殊なパーカーももったいぶらず喋れて、何なんですかって言われたらですね、このパーカーの一番の特徴って編んでる機械が違うんですよ。は？編んでる機械とかもうわけわからへんわって感じだと思うんですけどね、一般的な機械っていうのはもう新幹線みたいなね、ダダダダダダってこう生地を作れる機械があるんですよ。もうそれがね、シンカーミーって言ってね、もうそんなもうユニクロとか GU とか全部、もう言うたらシュプリームとかも全部そうですわ。そのパーカーをその機械でね、パーカー作ってるんですけど、これはね、釣り編み機っていうちょっと特殊なね、もう筒型のね、なんか変な形したね、機械があるんですよ。で、それでゆっくりゆっくり丁寧に編まれてるっていうのがこのパーカーなんですよ。だから柔らかい。そしてゆっくり編んであるから丈夫やし、そしてもってめちゃくちゃ希少性があるというのが、もうこれ全部特徴で言っちゃったんですけどね。そんなことになってます。まあ僕もね、実際問題、そこの工場とか行ってね、釣り編み機見てきましたし、なんやったら僕その工場でね、僕も釣り編み機のパーカー作ってるんですね。同じグレーやからわけわからんでと思うけど、まあちょっとね、スピンドルっていうこの紐のとこ変えたりとか、あと生地がね、僕のがちょっと分厚いんですけど、そんなん作ったりとか、あと新作ではね、ブラックもご用意しておりますよなんて言って、まだこれはこれで別で動画紹介するんですけども、そういったね、釣り編み機、さっきのも釣り編み機ですけど、これも釣り編み機をね使って編んでるということで、もう今世界にないんですよ。もう廃盤になってて、その機械自体がもう壊れたらおしまい、もうこの世に存在せへんっていう状態で、唯一和歌山県にあるんですけどね、そこで編まれてて、今見てもらってる映像はね、これ逆返してるような感じなんですよ。こういった状態、裏返されてる状態でどん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 こう下にね、重力で落ちていくんですが、編まれていくと。でもそれってね、1日に作られる量めちゃくちゃ少ないんですよ。だから柔らかくて上質で強くていいんやけども、量が作られへんってことで、よりコストをね安くしようっていう高速なその進化編みっていうのがあって、世の中に出回ってる 99% がそれなんですよね。でも今回のこのループイラーは釣り編み機を使ってるっていうところがもう何よりの特徴、もうこれだけが全ての特徴ですって言ってもいいぐらいなんですけど、特徴ほんでそれによって丈夫になってるんでね、この工場もね和歌山なんですけど、僕見たのもまた違う和歌山の工場なんですけど、釣り編み機で作ったスウェット生地ってほんま20年とか30年とか持つぐらい丈夫なんですよね。だから値段はちょっとぐんと高い、普通のパーカーに比べると全然高いんやけども、その分丈夫で長持ちするっていうところがまず丈夫で、その次にふっくら、これもう触ったらびっくりすると思うんですけど、僕のポップアップとかでもね、僕のパーカー触っていただいた方、めっちゃ柔らかいですねって言ったりするんですけど、ほんまに柔らかいんですよ。普通のパーカー、今まで触ってたパーカーとこれ同じやつですかってなるぐらい、もうそもそ もう別ジャンルみたいな着心地なんで、まあ大人の方とかはいいかもしれないですよね。若い方とかやったら、正直着心地より見た目っしょっていう、もう見た目第一っしょってなったりしたら、あんまり釣り編みであろうが、進化編みであろうが、そんなどっちゃでもええんやけども、やっぱり着ててね、気持ちいいとかね、肌触りがいいとかね、やっぱそんな大人の方が求めるから、まあある一定の年齢以上とかの人にね、喜ばれるような感じかなと思います。ほんでその次がね、やっぱ希少性ですよね。もうほぼほぼ今ないんですよ。だから海外からもね、日本に受注が来るぐらい、世界中探しても、この釣り編み機で作られたスウェットっていうのがもう、
ほぼほぼ実現せんくなってきて、今数社しかね動いてないんですよね。だから釣り帯のパーカー欲しいと思っても、何十年かしたら もしかしたらもう機会が終わってるかもしれんし、後継者がおらんかもしれんし、それはちょっとわからないんですけども、ほんまに世界中でもね超一流ブランドの有名なパーカーとかもこういったね釣り網機でおられてたりしてるから、余れてるか余れてたりするからめっちゃ柔らかかったりするんですよ。だから逆に言うとね、あの週から始まるブランド、ストリートブランドとかはね全然釣り網機でも何でもないから、まあ、生地代も安いで網機代も安い。じゃあどこにお金かかってんのというと、やっぱりこのロゴですよね。シュフルーンみたいな感じのこのロゴにやっぱり金がかかってんねんなっていうのがわかるから、まあ見た目とかね、そのブランドをね気にされる方はそういうの方がいいと思うし、いやそんなことよりも生地の上質さとか着心地のが大事っていう方はねこういう方がいいと思うんですけど、まあそういった希少性があると、もうほぼほぼ作ろうと思ってもねなかなか作れないっていうところなんです。だから次にデメリットを言います。デメリットは何かというと、やっぱコストがかかる。ほんまに何社も世界の一流ブランドが待ってるから、その分時間的なコストもかかるし、僕これ予約してから半年ぐらいねかかってるんですよ。だから作るまでに結構コストかかるし、この今僕がね作ってるパーカーに関しては一応数量はね限定で入荷はしてるんですけど、それがまたなくなり次第ねまた半年ぐらい待ってもらわなあかんのですけど、去年はねそんな感じで半年ぐらい待ってもらってるんですよ。だからまあコストがかかる、そして値段も高いっていうのがね、まあ、デメリットになってきて、でその次のデメリットとしては、やっぱり見た目重視の人からしたら、いや何がちゃうのと、ほぼほぼ変わりないやないですかと、もう見た目だけで言ったらわし自由でええですわと、そんな人にはねやっぱ向いてへんかなと思いますし、あんまそういう方はねこのチャンネル見てないとは思うんですけど、まあその辺がデメリットになってくるんかなと思います。特にどこが着心地いいかって、この裏側ですね、裏のこのループがねめちゃくちゃ肌触りいいんですよ。それ以外にも生地自体も柔らかいっていうところなんで、まあそれはまあ見た目ではちょっと分からしづらいかなと思います。で次におすすめの人、どんな人がおすすめなのというと、やっぱりいいものにはちゃんとお金払うっていう方はねおすすめだと思います。だってもうパーカーの中でもねもうトップクラスなんですよ。もうこれ以上はもうないんですよね。だからまあパーカーにね2万3万とかって考えたらねちょっと高いかなとかって思ったりするんですけど、もうほんまトップクラスでこれ以上ないから、まあ、それやったら一回試してみようかっていう方はねおすすめかなと思いますし、あとちょっと注意点がね、よく釣り網機で作られた T シャツとかもあったりするんですけど、はっきり言ってね T シャツはあんまり着心地あんま変わりません。普通の T シャツと何がちゃうんやろなってなってくるし、物理的にもあんまり違いないんですよ。だから生地が薄くなればなるほど、ロンティーとか T シャツとかになってくればなってくるほど、あんまり釣り網である意味っていうのはなかったりするんで、生地がね分厚くなれば分厚くなるほど柔らかさとか丈夫さとか、まあそういったいい面がね釣り網ならではの良さが出てくるんですけど、まあそうなってくるとまた値段も高くはなってくるんですけどね、あんまり T シャツとかロンティーでは違いは感じれないかもしれないので、ただコストが高いっていう現象がねあったりするので、まあその辺は注意かなと思うんですけど、はい、その辺がおすすめかなと思います。で最後はねサイズ見ていきたいんですけど、サイズね僕 M も来たんですけど、やっぱ M はちょっとちっちゃい、 L でほんまにちょうどいいかな、なんやったらもう一個オーバーサイズとかゆったり着たいんやったら XL でもいいんですけど、もともとループウィラーがねスタンダードな形やから、そんなになんかトレンドを追ってるようなメーカーじゃなくてね、ほんまにこの質をね感じるっていうようなブランドなんで、まあ、流行り廃りなくずっと着れるようなサイズ感っていうところで、まあ、僕は L かなと思って L を購入させていただきました。はい、ということでね、まあ、今までルーブイラーしてたと、ただ値段が高いから何が違うの、ただスウェットごときになんでそんな数万も払わなあかんのって思ってた方はね、あ、そういった特殊な機械使われてんねんなと、まあ、焼き鳥屋さんとかで言ったらね、まあ、普通の焼き鳥屋さんかなと思いきやね、めちゃくちゃこだわりにこだわり抜いた炭火を使ってるんよと、だからこの炭火で焼くと普通の肉もえらい変わってくるよと、まあ、パーカーに直すとね、糸はね普通の糸を使ってるメーカーもあるし、高い糸を使ってるメーカーもあるけど、釣り網機ではもっとえらい変わってくるんよっていうのと同じなんで、まあ、焼き鳥はそのまま普通のその辺かもしれんけども、もう炭火がめちゃくちゃいいとかね、もう炭自体がもうどっかから取り寄せた高級炭使ってると、こんなもんやっぱ香りもちゃうしね、食感も変わってくるし風味も変わってくるじゃないですか。まあね、そんな感じなんで、分かるって方はね、うわ分かる分かるって感じだと思うんですけど、逆にね洋服ってよく言われるんですけど、上を知ってやんとね下が分からんらしいんですよ。で下しか知らん人ってね、上の違いに気づかなくて、上なのか特上なのかっていうのに気づけないらしいんですけど、特上持ってれば上にも気づけるし、中にも気づけるし、下にも気づけるっていうのがあるらしいので、まあ洋服がお好きとかね、まあそれって服だけじゃなくてご飯とかもそうじゃないですか。A5 ランクしてたら A4 も分かるし、 A3 も分かるし、 A2 も分かるけども、ブランド牛食べたことなかったらね、ブランド牛の A3 と A5 の違いなんか全く分からへんからね、まあそんな釣り網機の、まあ、今回は紹介やったんですけど、パーカーなんか別にどこでも買えますと、もう今の時代そんなパーカーに困ってる人なんか絶対おらへんねんけども、まあこだわるんやったら釣り網ですよと、こだわらんやったら別にどこでもいいですよというところでね、まあ今回お話しさせていただきましたという、まあサイズ感もまあ見てもらってたと思うんですけども、まああんな感じですわ。まあなのでね、欲しいと思った方はね購入されたりとかねすればいいんかなと思いますし、一応これが一番分厚い生地になってたと思います。確か一番分厚い
記事僕買ったんですけど、ちょっとね品番が何本やったかちょっと覚えてないんですが、一番分厚い記事を買いました。まあ、ちなみにね僕の記事の方がまあもうちょっと分厚いですよなんていうので、もっと柔らかさ感じますよ言ってるのでね、ぜひぜひ見てくださいねなんていうので、ちょっとこうやって宣伝入れさせてくださいよね、お願いしますよということでお話しさせていただきましたというのが本日がですね、ループウィラーのスウェットをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。